い、どうも、和樹です。いや、いい天気。いや、和樹ボブかっこいいね。しかし、ちょっと大悟方面にね、行こうと思います。では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 、よいしょ、走んないと危ない、暑い、いいですねこんな感じで、また夜勤前に、なんかハーレー最近夜勤前にしか 乗ってねえな朝っぱらから乗りてえよね、こう時間を気にせずね、しかもこう午前中歯医者があるんでね、あと1時間半ぐらい走って帰りたいと思います。なので第5方面にちょっと走らせたいと思いますバックルを入れて大正解でございます。乗りやすい、俺は音量を求めてたんではないからね、まあ、ある程度の音量は必要だけど、見た目っすね、この 2-in-1 の見た目がめっちゃ好みだったんだよね、まあ、最初の頃はね、日本雑誌の方がかっけえなと思ったんだけど、だんだんこういろんなの見てる、あと太いのが良かったんですよ、とりあえず。細いのは TBR だけなんだっけ、トゥーブラザーズだけなのでしたとかちょっと細いんだよね、あとサンダーヘッダーとかもあるけど細いんだよ見た目が。あとこれプロパイプと、バンスのプロパイプと、あとモーターステージのバズーカってやつ、あれはでかいんですけど、あの2つは好みでしたね、見た感じはね。あのなんだ、車体がスリムな上に太いやつをつけるとちょっと存在感が出るかなと思ってつけてみたんですけどね、意外に似合ってますよね。あとこのエアクリがパチモンちゃってパチモンなんだけど、これをちょっと S&S でもう一回交換してみて、どう走りが変わるかどうかだね、変わるのかなと思ってエアクリだけでわからないけどね。アレンネスももう一個持ってるんですよ、安く買ってさ、つけてないんだけどさ、このブローバイルなんつうの、このボルトンのこのプレートがなしで1万ぐらいで売ってたんで、ちょっとねポチっちゃった前にポチっちゃってつけてないなんだけど、やっぱりプレートが ないとダメなのかな、出てきそこからフローバイのこうオイルが出てきちゃうのかな、わかんないけどさ知ってる方いたら教えてください。そういう つけたままでも走行は、つけたままじゃない、つけなくても走行には問題ないって言われたんですけど、本当なのかって、知ってる方いたら教えてくださいよろしくお願いいたします。やっぱね、いろんなの使ってはいないけどね、こいつの手ブレ補正の、まあ、優秀だわ。この間ここにつけて撮影したんだけど、結構こうブル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 って揺れてたんだけど、全然そんな揺れてる感じはしなかったからね、あんまりね、すげえなーと思って、やっぱ外で撮る向きなんだなーと思ってね、こうやって走りながら走行して、 GoPro もあんなに効くのかな、これぐらい揺れてたよ、これぐらい、大げさじゃないけど本当にそれぐらいで、あのテーブル補正はすげえなと思って、まあ高いだけあんなと思ってね俺はね、これ AF300 でマイクをこのインカムのアームマイクのところにくっつけてクリップで挟んでやってるんですけど、このマイクはソニーのコンデンサーマイクかな、保険検査で勧められてこれにしたんだけど、2000円ぐらいだったかなこのマイク。EX0 では果たして元ブログできるのかわからない、結構カテキリ音がすごい、このジェットヘリよりカテキリ音がすごいんで、やっぱあれは撮影向きではないのかなと思うし、撮影しない時ならレカブローかなと思い始めてるけど、一回ここにつけてこう撮りたいよねいいな茨城って本当
ちのなコロナの心配もないよこれ、誰もいなくて最高だねこれ。どうですか皆さんもバイク楽しんでますか。なんだ急にとみたいな一人でも楽しいね。でもバイクはデレスケ兄貴と最近会えてないんだよ。平日休みしか折れないんでね。ああ、たまにこうやって土曜日夜勤とか明けとかあるからそういう時しか走れねえな。いやまったりしづらいなここの感じで。最高だわ本当。どうしたってぐらい最高じゃない。どうしたっておかしいけど最高すぎるでしょどう考えたってなんか熱くなってきたぞ。なんか今こっち周りでボビー遠回りで来てえわほんと。まあボビー来てえわだけ。なんで夜勤時とかこういう時だけ晴れてこないで休みばっか雨降ってんのほんとに。道の駅大悟かカーブって気持ちいいよね。あんま急カーブ、ヘアピンみたいなカーブよりね福留さんの滝だ。行きませんが今日は大門だでは皆さんね、今日はこんな感じでね今日の動画終わりってことでまたお会いしましょう。それではご視聴ありがとうございました。それではワニワニー。